しかもあの言われた合流な。この大胸筋の上部に水が乗っちゃうんですよ。はあ。立ってますね、確かに。立っちゃうんですよ。ここぐらいまでこうバッて出る。すげえ。すぐ滑り降り落ちますね、今から。これあの皆さんこれ、はい、あの親も見るんですよ。そうそう、ダメだこれ。大丈夫これね、これダメですよ。はい、結構やりやすいんで、はい、ちょっとこうやり方も含めて今日はあえて、はい、今のはプレスって言ってこういう動きでどっちかというとまあ厚みをつけるようなイメージですよね、はい、このピックフライとかこういうマシン系のこう広げるような種目っていうのは、はい、胸のこの広がりというか、はい、そういうために意識する種目です。で、この中でこのペックフライってマシンは収縮したとき、ここに一番負荷がかかるので、はい、しっかり最後までグッと寄せて当てるぐらい。そうです、はい、そうするとここら辺にバチバチっとストリエーション、僕らの業界でカットって言うんですけど、線が入ってます、はい、ここにこうバチッと線をやっていくと入るようになる。でそれをちょっと意識したらこれ取れるんですね。はい、ちょっとやってみて、はい、このポジション的にしっかり胸を持って、そう胸張った胸張ったままそのままそうです。で閉じる時に胸張ったまま閉じる。そう。1、2秒ちょっと放流してみて。そう。胸しっかり張ったまま意識してありますね。し、閉じる時に胸張ったまま肩上に上がらないように。5、1、そこでいいです。はい。胸張ったまま胸張ったまま。はい。はい。9、はい。肘曲げない、肘曲げない。ちゃんとやるときついですね。あ、めっちゃきついですね。で、これ肩使いながら普通にこういうやり方でやろうと思うと、はい、結構みんな重りつけられちゃうんですよ。はい、ただ胸張って他の部位つけなくして丁寧にやると、はい、すごい軽いんですけど、はい、これしかできないです。はい、もう最後肩伸びないですね、肘、はい、肘伸びないですね。こうだともうしんどいからこうなっちゃうんですよ。めっちゃ胸張ってます。いや、そうなんですよ。めっちゃ最終日もうここだって触ったことないの、こういう触れ方。なんかそもそも形すげえできてますよね、腕とかも太いし。本当ですか。本当あと肩と胸の上の部分とお腹周りもシュッてなった、ね、そうですね、はい、もう本当にむちゃくちゃの食事してたんで、ジントニックとか1日15杯ぐらいだったんですよ。でもあれ調べたら400キロカロリーぐらいだったんで、まあ死ぬと思いましたね。飲みすぎて一番飲んじゃダメって書いてあった。ジントニーでカロリーを取ろうと思います。はい、はい、3、5、はい、ここでしょ、9、 OK。 もう一セットあります。いや、いいっすね。あれ、この5からが一気にいきますね。1、2、3やったらまだいけるかな。4から、あれ5からも肘が勝てた。うわ、いいですか。いや、やばいっす。すごい効いてます。はい。もっとダンベルフライって種目があって、はい、胸っていうとベンチプレスってイメージなんですけど、はい、フライって種目がすごい大事ですね。であれが胸トレーニングで唯一のストレッチ種目っていって、はい、一番この下ろしたこの負荷、あの下のところで負荷がかかる種目がそのダンベルのフライしかないんです。なるほど、はい、なので唯一の種目なんでこれがすごい大事で、へー、プレスやったらしっかりフライもやってあげるっていうのを意識するんですよ。去年のそれジェンさんも出てたの東京プロっていう、もう世界中からプロのフィジーカーたちが集まる大会では最後の優勝 の、 あの表彰式とかも言ってたけど、苦痛なしでの栄光はありえないっつって。肩甲骨を落とす意識のためにちょっと足を上げちゃっていいです、はい、開いたら回す、はい、でこの時もしっかり胸を張るイメージ使って、はい、そうです、はい、で最初はもっと伸ばして、これもうめっちゃ重いんですよ。ハリスか。胸張ったまま。はい。肘ちょっと伸ばす。気持ちいいです。あ、ここですね。はい。3。いいですね。難しいです。これくらい難しいですね。難しいですね。軌道ずれたり変なところ行くと肩痛めやすいんで、みんな結構敬遠しがちなんですけど、はい、さっきも言った通り、ストレッチ種目って言って、一番下で負荷のある種目なんで、はい、ここをゆっくりじっくり負荷を乗せてあげながらしっかり動作して、ここで拾ってあげるんですね。
そうですね。ここやばくない？めちゃめちゃ、もう全然最初と違います。明日からまた胸トレの質がめっちゃ上がりそうですね。質は全然違うと思う。知識が。あの、なんでトレーニング始めてからすごく裏側とかの蘇生を見るようになりましたね。あ、はい、あれを見てこれやったらいけそうとか、これちょっとやばいっていう、はい、いいですね。かなりあの健康になってると思います、はい、なんでトスもあの取るときしっかりビビらず取って、はい、制限するときしないと代謝途中で動かなくなるんで、なるほどですね。そのためにこうプロになるとどう、何がどう変わるんですか？プロになると、要はそのオリンピアに出場するための大会に出れるようになるんです。あ、東京プロっていうのはもうこれを持ってないと出れないんですね。プロ大会は出れないです。顔の横に、はい、でこの時もしっかり胸にグッと張って、はい、お13.5kg ですね。そうです。はい、お尻の位置を処理してください。から頭の真上に置いてで、ここから軸をします。軸をします。一番のどん底って何ですかね？一番のどん底ですか？今までの人生のどん底、まあ試練とかいろいろあったんですけど、お金が足りないなとか、資金が足りないなとか、入ってくれる予定の先生が急に入ってこなくなるとか、その先生のためにクリニック作ったのにやっぱり行けないと、資金払ったと思うとか、それで僕も3日4日ぐらい眠れなかったと思いました。はい、またあれで先生探さないと、もうあれ1回契約しちゃうともう違約金半端ないので、まあでもそういう時って大体一生懸命やってれば誰か助けてくれるので、はい、むしろまあその先生はうちにはふさわしくなかったとか、もし眠れなかったとかしたい。真横っていうよりもちょっとだけ気持ち前ぐらいですけど、はい、ただあんま前にやりすぎちゃうと肩のフロント入っちゃって、はい、斜め前、はい、こういきますね、せーの、こういう感じ、そう、はい、こういう感じ、そう、あの、これ聞いてると間違いなんで、しっかりここは上がらないように上げます、はい、それはどっちかというとちょっと前に上げすぎなんで、はい、もうちょっと横気味に、もうちょっと気持ちよ、はい、なんなら真横に上げるようなイメージでちょっと前に出るかもしれないです、いいですね、前に横に、そう、いいですね、いいですね、綺麗ですね、さ、そうです、そうです、バッチリです、今こうなってきちゃってるんで、こうですよ、えいで、そうです、そうです、えい、きゅう、えい、上げない、10、はい、ここから3つ、せーの、1、はい、ほとんど付け3つ、はい、すぐ、2、はい、もう一回、はい、もう一回、すぐ、すぐ、はい、OK、ナイス、うまっ、もう一セット、全然上がんない、もうとにかくね、遅刻しつこくしつこくあります、遅刻しつこく、はい、で、どうぞダンベル置きますよ、ダンベル置いて、はい、次、エアでいきます、エア、はい、固定伸ばして、ここ、あともちょっと押します、で、手の甲を合わせるようにして、後ろ後ろ自分で後ろ、そう、はい、上で手の甲を合わせるように、はい、はい、頭の後ろ、頭の後ろ、頭の後ろ、はい、はい、下げないように、で下げるときちょっと耐えます、はい、もうちょっと耐えます、はい、耐えます、耐えます、耐えます、はい、上で合わせて、斜めになってきた、はい、はい、はい、きつくなってくるともう後ろに上げられなくなるじゃないですか。全然上がらないですね、こっから上が。こうなったらもうバッチですね。なるほど。ああ、効いてるってことですね。